日本体操協会は19日、都内で会見し、パリ五輪女子日本代表のエースで主将の宮田翔子、19イコール、順大イコールに、飲酒と喫煙が確認されたため、五輪代表を辞退したことを発表した。日本協会の行動規範に反したため、日本オリンピック委員会、JOC、も、辞退届を受理し、認めた。過去、同様のケースが確認できない。 前代未聞の自体劇女子予選を8日後に控える中、日本は1人少ない4人での厳しい戦いを強いられることになった。体操界にとどまらず、衝撃が広がった。宮田翔子、19イコール順大イコールが欠けたが、補欠態度の杉原愛子、24イコールトライアスイコールの繰り上げはなし。登録期限はすでに過ぎ、 病気やけがの場合のみ交代可能だが今回は適用外。パリ五輪団体は各国5人も4人で戦わざるを得ないと西村専務理事。残るメンバーは全員10代の初出場で厳しい勝負を強いられる。宮田は世界経験もあり、全4種目で高得点を狙えるオールラウンダー。日本は宮田を中心に構成されていたが、大黒柱が抜けた。 代表の後輩たちは頼れる存在、チームの空気を作ってくれると宮田を信頼していた。予選は各種目4人中、上位3人の得点がチーム得点になる。日本は牛翼が長馬のスペシャリスト。段違い平行棒、平均台、床運動は増えてで他の3人にノーミスが求められる。身体的負担、精神的重圧も大きい。 64年東京五輪以来の団体メダルを掲げるが、今は予選突破も暗雲が漂う。気持ちを切り替え、勢いよく演技できるかが鍵になる。